皆さんこんにちは、ペツでございます。アスライト続きやっていきましょう。今日からマップ26オールディス聖域攻防戦というねシナリオに入ります。小惑星の密集するオールディス聖域、この聖域は宇宙艦船1隻がなんとか通れるだけの航路があるだけであると。まあ要するに細いわけやね。このまま聖域に侵入すれば艦隊に多大ダメージが出るのは必至である。なんか言葉がおかしいけどまあ私も噛みますか、人のことは言えないね。しかし連邦軍は強行突破に出た。連邦軍は戦線にアバドンを派遣した。核兵器を使って小惑星を爆破して新たな航行路を作ろうというのだ。はあ、ははあ、どこに航行路を作るかによって戦術は大きく変わってこようと。さていかにと。なるほど。確かね、アバドンはこのなんていうか青いキラキラのところが通りにくいはずなんだよね。ちなみに上は、まあ進めんのか。ああはいはいはい、まあ、この一体を潰してっていうところになりそうやね。とりあえずこっちは進んでいこう。何積んでる。ああ足の速いエビちゃんと、あまだいるな。あカーボもあるやん。地はもう早々と潰していかなかんだよね。あおるねやっぱり、うん、
せえな。こっちはそのままやね。はい、ではこれでいきましょう。この皮巻いてくるね、結構。あ、向こうもやっぱりあるよね、当然。あー届きよるな。落とされるか。ああ、こっちも届きよるね。
まあ、一応落とされるか。しか出せないから何を出されるかで状況は変わりそうですよね。どこまで詰め寄ってくるかやね、上の部隊が。あっしゃへ
これはこれでいい、うん、落ちなくてもいい。あー減ったか、うん、まあしょうがない。
さあこれで全滅はない、うん、危ねえ、それでも。では、今回はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。